1分でわかる菊池寛の生涯。菊池寛は、日本の小説家、実業家です。文藝春秋社の創設者として有名です。香川県に生まれます。一高に入学。芥川雄之介、久米正夫らと友人になります。京都大学入学後、彼らと同人誌第三次新思潮を創刊。七カエルや温州の彼方になどの代表作を発表します。真珠夫人で人気作家となり、若い作家のために文藝春秋を創刊。芥川賞と直木賞を設立します。川端康成や横光利一などの才能を見出しました。社長として、たくさんの愛人を持ちます。また、趣味の麻雀で負けると駆逐艦になりました。日本の侵略戦争に指導的立場を取ったため、GHQ から公職追放。狭心症により死去。ぜひ読んでみてください。